久保さんやっぱ歯間ブラシやってないですかあれめんどくさいですよね。まあ僕もあのメンテナンス行ってるんですよね。その3ヶ月いっぺんで。そのメンテナンス行ってる時に毎回その言われるんですよ。あの歯磨きの、まあ、毎日の日々の、要はその日々のメンテナンスのことを言われて歯ブラシのブラッシングの仕方とかね、歯間ブラシこうやってもらったりとか、あとこの色跡を落としたりとか磨いてもらったりとか全部してもらったりとかするんですけど。 やっぱね日々大事ですね。ということで、もう今日早速ね、僕は歯間ブラシでこう、5分ぐらい、あれか、5分10分かかりますよね。1個1個全部こうやっていくと。だけどやりました。で、やった結果、めっちゃ気持ちいいですね。<laughs> 気持ちいい。やっぱね、あそこの僕、ここかな、ここがね、歯がね、こんな感じなんですよね。だから、そこにここが、あの、こう、歯がこうなっちゃってるんで、あの、そこやんないとダメなんですよ。だからもうちょっと運動、今日 気をつけよううかなと思うんですけどで今回目的を変えろうですね。でそのこれめんどくさいじゃないですか。なんで、まあ、ちょっと僕ねどうやったら続けられるかなっていうのを目的を変えまして目的はあの可いい女性をイメージして可愛いい女性をイメージしてあのキスするところをイメージしてやりました。 <laughs> そのあのー、要は歯ブ,歯,歯ブラシをただ虫歯にならないためにやると多分ちょっとできないなとまあ虫歯になっちゃだきついんですよ痛いですよまた治療しないといけないし面倒くさいしでも虫歯ってモチベーション上がります虫歯にならないためにやるなんかモチベーション上がんなくていやであるならばまああの綺麗な女性と もしかしたらチューできるかもしれないということをそうでイメージしてや,やるとモチベーション上がったんでこれいいんじゃないかなっていうだからそのそのんだろうな目的意識を意識を変えるっことですね目的意識これ結構大事かなっていうでネットビジネスでね僕ねおつ前お伝えしててでこれでその音声対談取ったんですけど その48歳の人か今 YouTube でチャンネル登録者数4万人いてるね人いてるんですよでそれ5年ぐらい継続してるんですけど僕がセミナーかなんかでその目的意識の部分でそのいやお金は稼げないけどスキルはアップしますよねとだからお金を稼ぐという目的なんだけども目的意識を変えていやスキルアップのために毎日やろうっていうところでやったら吉田さんがそんなこと言ってたんでそれでやったら、まあ、毎日行きましたとスキルをアップさせると だからその継続できない人はまあ意識をちょっと転換してみるといいと思います虫歯にならないためにやるというモチベーションなのかきれいな女性をイメージして中するぞというイメージでやるとなんかちょっと変わると思います変わりましたんで僕まあこ多分継続させるための意識転換の多分コツだと思いますねうんだ僕はネットビジネスで動画に関しては僕もそうなんですよお金を稼ぐっていうのは前提なんだけど トークスキルを僕は上げたいと思ってたっていうのは結構大きいんですよ。なんで,なんでやったのかっていうと、今までトークなくてで、トークあったら絶対いいじゃないですか。だって選挙活動も全部トークですから。あの、n h k をブックワースね。じゃあ、あの、立花さんもトークができなかったら投票を得られないですよ。だ結局その国を変える政治家を選ぶ、それもトークですから、 ね、アメリカの大統領を決めるのも演説トークなんでだトークができたらすごい、ね、人生にとってプラスに決まってるじゃないですか、ね、だ,けだからお金を稼ぐというよりか話せた方がいいよねっていうところで僕は結構動画をこうできたので、うん、もちろんお金も,もありますあるんだけどもトークあった方がいいよねとスキルあった方がいいよねっていうこの意識転換できると非常にいいんじゃないかなと。 お金、お金という意識でお金という目的でやってると、お金が稼げないとモチベーションが下がるじゃないですか。ね。いくらやってもお金全然最初稼げないで、ネットビジネスなんかは。だけど、こっちの意識だと、やればやるほどスキルアップするじゃないですか。ね。まあ、お金は、まあ、ないかもしれないけど、まだ稼げてないかもしれないけど、やればやるほどスキルアップしますよね。例えば動画に関しても、1万本やった人と、ね、10本やった人。これ絶対トークの、あれって多分、絶対変わると思います。 っていう、これいいんじゃないかなと思いますね。はい。いってらっしゃい。